久保さん。島田晋介さんがですね、勉強ってそうなんだっていう、いい話が僕あって、なんだろうな、言ってたのが、なんで姉ちゃん、姉ちゃんめ、島田晋介さんの姉ちゃんがめっちゃ勉強してたらしいんですけど、姉ちゃんなんでそんな勉強するのと勉強しても将来そんな勉強使わないじゃんと。意味ないじゃんと。姉ちゃんが言,言ったらしいんですけど、晋介と。いや、勉強するっていうのは選択が増えるんだと。 あの、うん大、大学にしても、進学にしても、就職にしても、頭がいい人と悪い人じゃあ選択が増えると。じゃあ選択があった方がいいでしょ。じゃあ選択があった方がいいから勉強した方がいいでしょ。みたいなね、話をしてね。なるほどっつってね。で、その後なんか、あのー、お金の話もしてたんですけど、なんだっけな。 1>, あの1万円持ってる人と1000円持ってる人、選択肢どうですかと。1万円持ってたら、えー、1000円のも買えるし1万円のも買える。でも1000円しかなかったら1000円の選択しかできないと。じゃあ、どっちの方がいいですかというところなんですね。だからやっぱ、まあ、久保さんが言う通りね、選択を,を広げるとてことですね。あの車に乗りたいなと思,思ってるけども、お金がないからその選択ができないと。でもお金があればその選択ができると。 結局その自分に正直に生きるためにはお金がある程度あった方がいいと思います。で、自分の正直なお金ですね。これいいんじゃないですか。自分に正直なお金。うん。自分はスーパーに行って、二、え、百、ー、200円のものをこれ本当は欲しいなと思ったんだけども、お金がないから節約っつってね、100円のもの買うと。でも自分は200円のものが欲しいと。いうところですよね。で、それは自分に嘘をついて生きるってことですよね。だって本当はそ、そっちの方が買いたいわけですから。 うん、でも、あの、あれもこれもっていうわけにはいかないので、うん、まあ、前澤社長みたいにね、1000億ぐらいあったら、まあ、あれもこれもいけると思いますけども、あ、れもこれも行きたいんだったら1000億稼げと、うちにも行きたい、お、いいよと、100億ぐらい払うんだったら、つってね。<laughs> 100億ぐらいですかね、あれね、確か。100億あると、宇宙旅行に行けるっぽいっすよ。行ってらっしゃい。